番好きなのはプールのシーンとか、あとは私人生で初めて海に入ったので。こんにちは、桜井希穂です。3月21発売のミルキーグラマーです。もう結構発売してから2ヶ月ぐらい経つんですけど、ようやくイベントができてよかったです。ありがとうございます。見どころなんですけど、全部見てほしいんですけど、一番好きなのはそうだな、プールのシーンとか、あとは私人生で初めて海に入ったので、海のシーンがなので、そことかを見ていただけたらなって思ってます。あとはそうだな、なんか夜ベッドのところとか結構なんかエチエチな感じになってるので、なんか私自分ではちょっと恥ずかしくて見れないんですけどまあ楽しんでいただけたらないいなって思ってます。あとはなんかお気に入りの衣装とかは、なんか割と自分で着させてもら着たいのを着させていただいた感じなんですけど、なんかメイドさんのやつとかはちょっととっておきだと思ってるので、それとか見ていただけたらなって思います。これからまあどんどんなんかグラビアアイドルとしての活動の幅を広げていきたいなって思っているので、応援よろしくお願いします。桜井希穂でした。バイバイ。